もう一度映画を撮ることに向き合わせてくれた映画でした。本番いきます。よーい、カメラ OK、 音 OK、 役者 OK、 よーいスタート。はい、どうも皆さん、こんにちは。監督ラボの監督です。今回ですね、劇場公開初日に見てきました、思い思われ振り振られというですね、映画を紹介していきたいと思います。この監督ラボに挙げる動画に関しては絶賛おすすめの作品ばかりを載せていますので、今回もですね、もうむちゃくちゃおすすめです。この動画の構成なんですが、前半はネタバレをできる限り少なめにした紹介ですね。で、後半からはキャラクター4人それぞれにスポットを当てて、もう徹底的にレビューしていきたいと思います。劇場でパンフレットも買ってきました。2020年公開、124分の本編時間です。原作は少女漫画ストロボエッジアオハライドに続く青春三部作最終章として、別冊マーガレット2015年から2019年6月まで連載された全12巻完結済みです。本作はですね、ダブルヒロインダブル主人公という異色の青春ラブコメディです。見たきっかけ、正直に白状しますと、先日ですね、上げさせていただきましたグランブルがですね、この監督ラボの中ではかなり見てもらえまして、それに続けと言わんばかりになんかいい映画ないかなと見た時にあったのがもうこちらでですね、ほんと見てよかったなと、ここまで自分に響く映画だとは思いませんでした。あらすじ、偶然出会ったタイプの全く違う4人は同じマンションに住み、同じ学校に通う高校1年生、親同士の再婚で家族となってしまい、明かりに言えない恋心を抱えるリオ、そんなリオに憧れるけど自分に自信が持てないユナ、映画好きのカズオミに惹かれていき、自分の感情に戸惑うあかり、ある秘密を目撃してしまい、自分の気持ちに蓋をしてしまうカズオミ、一人の告白をきっかけにそれぞれの感情は複雑に絡み合い、相手を思えば思うほどすれ違う、この4人が織りなすドラマ、結果はどうなるの。はい、というわけでですね、もう入り組んでおりますと言いつつもですね、とても分かりやすく描かれておりました。出演者、まずこの二人ですね、君の膵臓を食べたいの黄金コンビ、見た方はお分かりでしょう、もう間違いありません。監督、三木隆博監督、もう DVD 持ってます。もう劇場でパンフレット漫画版も持ってるぐらいもう大ファンです。もうソラニーはね、もう見てください。まだ未見の方はもうすぐレンタルショップに走ってください。もう配信サービス飛んでください。もう見てください。三木監督はですね、もう青春映画の巨匠です。感想、全員が主人公です。一人一人語ります。とにかくですね、この冒頭のナレーションからテンポがむちゃくちゃいい。だいたい映画ってちょっとこのシーン長いかなーありますよね。この映画はなかったです。あかりとリオ、この二人の関係性がまず切ない。リオがあかりに告白しようと決心したその時にですね、再婚が決まりまして、その相手の子供があかりだったんですよ。まあだいたいこういうなんかもう、やったー、一緒にやるで暮らせるぞってなるかと思うのですが、この作品の高校生はですね、ちょっと違います。大人びています。お互いを思いやる心が行き過ぎたがためにもギスギスしてしまう関係性、画面からバシバシと伝わってきました。まあ、伝えたいっていう気持ちが伝えられないっていうこのもどかしさ、伝えてしまったら最後この関係性が崩壊してしまう、たった一言の発言や行動でガシャンと崩れてしまう関係性、そういった結果が見えているなら伝えたいとあなたは思いますか。今回2人をピックアップしたんですが、その他の2人も思い思われすごい絡み合います。で、この4人の登場人物、いろんなエピソードを通して考え方なり行動なりがですね、それぞれ成長していきます。あと親と子、ここもですね、かなり焦点が絞られておりました。高校生といえばですね、将来自分は何をしたいのか、親が離婚や再婚、まあ、そういった経験が全くない自分が見ると、あ、こんなに悩むんだなってこの映画を見て感じました。はい、というわけでですね、ここまでがですね、ネタバレギリギリまで抑え込んだところのレビューとなります。
ここからですね、ネタバレして言っていきたいと思います。まず主人、まあ主人公ってもまあ4人いるんですけども、その主人公の一人、明るい性格で、ボーイッシュな感じでした。笑う機会が多い彼女なんですが、隠してる部分もかなり多くてですね、みんなが幸せになるために、自分が犠牲になって振る舞う姿。まあここもですね、ちゃんとオチがあるんですけども、傷つかない方法ですね、詮索していくんですよ。そんな彼女がですね、後半の学祭のシーンでですね、元彼が登場したシーンですね、心の奥底の脆さを見破られる場面、あの表情が何とも言えなかったです。あと反対に学祭のシーンで高臣の順番待ちをしている時のあのちょこんと待つ姿、あのけなげな姿、あと結構肩こい場面が多くてですね、振られた時のあの切り返し見ててもうググッと、まああとクリスマスのシーンですね。いきなりじゃんけんを始めて鬼ごっこをするシーン。まあ、これだけ聞けばですね、高校生になって鬼ごっこって何やって思うかと思うのですが、それまでのシーンの積み重ねからの鬼ごっこ、やばかったです。続きまして、北村匠海さんが演じた山本リオですね。むちゃくちゃかっこいい。まあ、あとやっぱり声いいよね。通っているっていうか、なんていうか、独特な声質。もう演技に関してはもうパーフェクト。続きまして、福本莉子さんが演じました、市原ゆな。基本、うつむいている。素朴なキャラクターです。この映画の中で一番成長したキャラとも言えます。中盤あたりですね、安全地帯の明かりにポンと背中を押されて告白して、まあ見事に振られるわけなんですが、その後のですね、明かりと再会した後何も言わず抱きしめて泣くシーンが良かった。良かったっていうちょっと言い方悪いんですけども、ぐさっときました。ユナがですね、まあ、後半のあたり前向きになるんですけども、自暴自棄になってきたリオを止めるシーンがあるんですが、それ以上言ったら全部壊れるよっていう、あ、こうやって人は成長するんだって感じました。反対にですね、明かりがかなり沈んだ時に、遠心が助けるよって言った後に、ありがとうっていうこの一言の文章、含まれる意味、もうなんかもう見てて、すごい来るものがありましたね。はい、で、ラストですね。個人的にですね、高臣というキャラクターにむちゃくちゃ感情移入をしました。彼がいるからこそこの映画すごい心に響きました。演じたのが仮面ライダービルド、サブライダークローズ、バンジョー、リュウガを演じた赤楚衛二さん。仮面ライダービルドつながりでも楽しませていただきました。一眼レフをですね、使って映画を撮っている、本当に映画が好きな青年でして、部屋にあるポスターがボーンアイデンティティ。この映画、ツタヤがですね、結構出てくるんですよ。エレベーターでですね、リオと会った時に、何借りだろうって言って、マッドマックスって言って、クスの怒りのデスボードって声を取れるシーン。まあ、こういうシーンいいよね。まあ、あとは、おすすめの映画ある、アバウトタイムっていうシーンがあるんですけども、まあ、監督自身ですね、この映画、すごいいいよいいよって上げすぎて、正直ハマんなかったタイプなんですけども、彼らのね、家庭環境もやっぱりちょっとですね、兄が舞台をやってる人、もう両親とぶつかって家を出ていったというですね、自分の部屋の DVD ラックがですね、もうむちゃくちゃ映画に埋まってるんですよ。ある日、空っぽになっちゃうんですよ。一気に捨てられたということですね。まあ普通だったらもうなんて捨てたんだと。なのに兄貴の件もあるので好きだけども家庭環境を壊しまでやれないなという、そこね。でその後に映画から離れようというですね決断するのですが、その話を聞いた明かりが彼の靴箱にプレゼントとメッセージを仕込みます。その中にあったのがアバウトタイム。ちなみにその前のシーンで明かりがですねツタヤを見て足を運ぶというシーンがあるんですよ。それを見て、あ、なんかレンタルしに行くのかなって、もう新品の DVDちゃんと袋に入れて靴箱に入れるんですよ。でさらにそのメッセージがいい、私はその夢を応援したいと、あなたの夢を応援したいとメッセージとして残すんですよ。いや切ないね。というわけでですね、4人のキャラクターの印象的なエピソードをピックアップしてレビューをさせていただきました。いや、あとそのラストシーン良かったね。しがらみとかも全部取っ払った状態の4人がですね、高台に並列に並びまして、朝日が昇るシーンを見る場面、そこでカメラがもう上がっていく、その後にエンドクレジットが流れるのですが、そこで入る楽曲、もうこの歌詞がむちゃくちゃ良かった。この歌詞によってやられましたよ。まあ映画を撮ってる自分としてもすごい来ました。でこの歌詞のですね、最後はですね、撮影を続けよう、
命ある限りはというですね歌詞なんですよ。はい、私監督昨年までの10年間ですね、自主制作映画1本で頑張ってきました。どうかなということで一旦休止という形でこの YouTube 活動を始めました。映画制作を復帰させる条件として、まあほぼほぼ無謀な壁を自分で作りました。それまでは絶対に映画を撮らねえぞと。ただこの映画を見てですね、肩の荷がふっと落ちました。周りの環境とか評価なんか気にするなと、撮りたいものを撮れというメッセージをバシバシいただきました。ちなみにこの映画なんですが、仕事の前に見まして、もう仕事に行くその行きの道とかもなんかもう見ている世界が変わってました。というわけでですね、私監督これからですねまた映画を撮り始めます。もうこの映画を見たからこそこの決断に至りました。撮りたい時に撮りたいなと、好きなものはとことん好きでいろと、そういうですねメッセージをこの映画で感じました。もうなんかね、すごい背中を押されたあったかい素敵な映画です。改めてですね、映画ってすげえなと、こういった導いてくれる映画、まあそんな映画をですね自分も作りたいなと思いました。青春ノスタルジー映画、思い思われ振り振られ、現在絶賛上映中です。ではこのチャンネルではですね、映画や商品レビュー等をですねおすすめしまくってます。今後もですね監督ラボよろしくお願いいたします。監督でした。また次の動画で会いましょう。